風がちょっと冷たくなっておりますが、時折春らしい日差しが照りつける草薙球技場です。毎年恒例になりました静岡県ヤングサッカーフェスティバル、6回目の今年もたくさんのファンがスタンドを埋めています。少年団から大学生までそれぞれ県内外トップレベルの試合が行われておるのですが、いよいよこれから静岡県大学選抜と静岡県高校選抜のメインのゲームが始まろうとしています。今大学の奥にはバルセロナ候補も多数含まれ、また高校にはこれから大学や日本リーグで活躍しようという、時代を担う選手たちの顔ぶれが揃っています。解説はおなじみ県協会の堀田理事長です。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。年に1回実現するこのカードということで、ね、また楽しみですね。今年の見どころといいますと、バルセロナの選手もたくさん入ってますしね、はい、たくさんあると思うんですが、ね、そうですね、非常に、まず大学の選抜チームってですね、はい、ちょうど今の4年生の、国体で優勝しているメンバーです。とにかく諏訪県の高校サッカーの非常にこの人気の真っ最中の要するにそのスタートの選手だったとね、例えば、はい、藤田にしても三浦にしてもですね、はい、相馬、沢登りと、もうまだ名前を忘れられないような選手がたくさんいましてね、それらがちょうど今度のバルセロナオリンピックの候補になっているんですよね。そうですね。それから高校の方はですね、ちょっと今年は調子が悪くてですね、国体勝てなかったもんですから、やっぱこの試合で何としてその汚名を挽回しようと思ってますね。非常に面白いゲームなんじゃないですかね。はい、両チームが今グラウンドに姿を見せました。左側白いユニフォームが大学選抜です。右側ブルーのユニフォームが高校選抜ということになります。エンドをどちらが取りますか。風がちょっと右から左に時折強く流れています。これが大学選抜チームです。それでは両チームのメンバーを取り急ぎご紹介しておきたいと思います。大学選抜チームはゴールキーパー1番の中原、ディフェンダー2番の長澤、5番の古賀、7番の相馬、12番の田坂、ミッドフィルダー8番の塩川、9番の沢登り、10番の岩品、フォワード13番杉山、14番三浦と15番の新村、以上11人です。右側の高校選抜の方です。ゴールキーパー1番の大石、ディフェンダー2番の渡辺、3番望月、4番薩川、17番の斉藤、ミッドフィルダー15番の前田、7番のゲームメーカー七海、18番のジェルソン、フォワードは8番の他校、9番の岩下と11番の森島、以上11人が入っています。東海、大学第一高校ですね。さあ、まもなく試合が始まろうとしています。右から左、追い風になります。高校選抜のキックオフで試合が今始まりました。大きく蹴り出しました。直接ワンバウンドでゴールラインを割っています。さて、今見どころをお話しいただきましたが、とにかく大学選抜の方にはバルセロナの候補が4人いるんですね。6番の現在平岡は今日は出てませんが、7番の相馬、それから9番の沢登、11番の藤田、それから14番の三浦と、このうち今日の選抜メンバーには9番の沢登と、おっと、もう一人14番の三浦文武が入っております。県高校選抜の方にも山田というね、バルセロナ候補一人がいるんですけども、今日は山田君はちょっと体調が今一つということで、選抜メンバーには入っておりません。今年はですね、大学のチームもですね、各大学リーグ終わった後、それぞれ自分で練習をしてこれに参加しているという非常にいい方向に行ってますね。そうですね。大学生だとシーズン終わっちゃいますとその後慣れちゃうんですけどね、はい、今回こういうことを意識して、いる選手が非常に多いですね。なるほどね。非常にいい調子で、怪我人もいますけども、大変気を張り切ってますね。はい、とにかく高校が大学の胸を借りるというのが一般的な見方なんですけれども、そうでもなくて、これまでの戦いでは高校選抜の方が分がいいというこのサッカーフェスティバルの結果になっています。さあ、試合が始まったところですけれども、両チームのベンチの試合前の表情をちょっと伝えてもらいましょう。園野さん。はい、
両チームの監督にお話を伺っていますのでご紹介します。まずは大学選抜の、長谷川監督なんですが、大学リーグで活躍しているあるいは活躍してきた選手ばかりですから、攻撃面で積極的な多彩なプレーを見せたいということでした。毎年大学生はこの時期オフに当たってしまうんですが、今年はオリンピック選抜候補がかなり練習を積んできているので、そのあたりにも期待したい、あとは個人の力をどこまで発揮できるかということでしょうということでした。それから高校選抜の方ですが、3年生中心で高校生としては最後の試合になる選手が多いので、締めくくりになるいいゲームをしたい、受け身にならずに積極的にディフェンス面でも1対1での競り合いに負けないようにということでした。静岡らしい質の高い、また見ていて楽しいゲームになればいいですねということでした。以上です。はい、わかりました。リポートは総のアナウンサーでした。まあ、受け身になってはいけない、これはもう高校選抜では当然ですがね、その通りですね、はい、まあ、大学選抜の方にもそういうこと言えますよね、まあ、はい、高校の方が気が楽なんですよね、先輩にの胸を借りると、そういった意味でのここなんかハンデな逆に、高校生の方が分がいいですね。あ、そうですね、まあ、昨日もちょっと長澤選手あたりに話しますとね、ちょっとのこれはオフサイドです。まあ、高校生とやるっていうのは何かこう変な気分ですねというようなね、ことが返ってきましたね。この中でですね、はい、高校時代にその6回の過去の中にほとんどの選手が、はい、出てますね。大学選抜の中では新村君だけが県の選抜でそういう経験がないというね、はい、三島の東部の出身なんですからね。そうですね、まあ、今国士舘大学のエースで、まあ、リーグ戦でも準優勝というね、はい、輝かしいその力を持っているんですけども、こういうやっぱり、高校でも非常に、名前は出たんですけども、最終的な15人に入らなかったです、はいはい、こういう形でもって大学でもってギャーンって伸びる選手もいますよね。そうですよね、非常にいいことですね、はい、そうした意味では今お話のゼッケン15番今ちょうどゴールから一番離れたところにいますが、その大学選抜の新村にも注目してみたいところ。さあどうだ、入ったか、コーナーからヘディングが決まりました。ジェルソンね、ジェルソンです。いいですね、ゴールよかったですね。タコのコーナーキック、これをジェルソンジャンピングヘッド。タコのコーナーキックは変化するから、素晴らしいですね。もう一度ご覧いただきます。本当素晴らしい。いや、ちょっと立ってましたね、大学も。ちょっと甘く見てましたね。前半の4分というところ、ゼッケン18番ジェルソン、静岡北高校2年生です。早くも高校選抜が1点をリードしました。これはなかなか面白いゲームになりました。先ほども高校選抜がこれまで部がいいというふうに申し上げたんですけれども、今年のこの試合もまず先制したのは高校選抜です。今度は大学の逆襲か、まあ、ジェルソンが言ってましたけど、まあ、静岡北高も強豪には違いないんですが、やはり選抜チームとなるとまた一味違って、はい、非常に楽しいということを言ってましたね。そうですね、まあ、そういったこのプレッシャーがありませんからね、なんか勝たなきゃならないとかっていう、はい、結果的に自分のプレーをこの幅を狭しちゃう点があるんですよ、はい、そういった意味では選抜チームというのはある程度自分の力を思い切り出せるということがありますね、まあ、北高で残るそのジェルソンの活躍というのはもうディフェンスもやるし中盤もやるし最後のテンポ取りというときもオールマイティですけど、ここではまあ点を取りに行くのとつなぎの役をやなさいという形になってますから、はい、非常にまあ体力的にも楽でしょうね。そうでしょうね、はい、まあ、日本語も十分にも話すことができます。得意な科目は日本語だと言ってましたけどね、はい、素晴らしい、それは、はい、そのジェルソンがまず決めまして1対0と高校選抜がリードしています。これがそのゼッケン18番ジェルソン、アントニオ、まあ、出身はキンゼでジャウーなんですね。そうです、ジャウーの選手ですね、はい、もう10歳頃からジャウーで、プレーしますからね、はい、非常に条件の高校選抜も2年生の斉藤、ジェルソン、岩下、他にも伊藤、田島、小鈴木、重吉と、2年生が小谷もですね、そうですね、まあ、いわばこのチーム来年の、というか今年のですね、今年の国体のもう本当に、優勝候補になってほしいですね。そうですね、はい、まあ、惜しくも去年の国体では
今一歩届かなかった静岡県選抜ですからね。そうですね、まあ、非常に千葉に負けたんですけどね、はい、まあ七三で押してるだけで僕は点が取れなかったっていうね、はい、非常にまあ本人たちも悔しい思いをしてます。他校が今ねあのアシスト決めましたけれども、その他校がやはり調子が悪かったのと怪我人が多かった、これは言い訳にはならないけれども、ちょっとその怪我人も多かったなということを振り返ってましたね。山田の怪我が痛かったですね、はい、やっぱりそれから調子になって小谷がやっぱり怪我しましたね、フォワードとディフェンス の要を 2人へのまあ、使えなくてね、はい、そうですね、まあ、最初使えないなら勝手に使えないようになったらもう帰っていいですけど、使いたいと思ったもので帰って恨みですから、ね、ちょっと迷いが生じてしまうという ね、ことがありますね。まあ、今日はじゃあ広岡君なんか来てますけども、はい、この最後の主力やメンバー入ってあげて、そういうこうアウトの幅が必要なんですよね。そうですね、渡辺さん、はい、先制点を決めました高校選抜服部監督なんですが、幸先のいいゴールになりました、これで大学選抜の方もその気になってくれればいいですねということです。ジェルソン選手が今日はかなり張り切っているようですよ。以上です。はい、わかりました。あ、そうですね、1点高校選抜がリードして本当に合格というようなことになるかもしれませんけどね、いかがなもんですか。まあ、それ大学はプレッシャーになってたでしょ、ね、帰ってそうですか、はい、高校生伸び伸びやってますね、はい、いいですよ、まあ、高校生は、まあ、今の国体の話がありましたが、一応こういうチームでね、試合を戦っているわけで、大学選抜の方は毎年毎年このサッカーフェスティバルのために組まれるチームですから。そうですね、まあ、ただやっぱりいい素材とかですね、いい素質のもの、はい、技術の高いものというのは急にそのチームを演出してもちゃんと力を出せるもんなんですよ。なるほど。そういった意味ではそういうことでは問題ないですよね。ただ細かな点でね、はい、やはりこういう急に集まったということと、もう一つはやっぱり、大学というそのところで伸びなかった選手ってやっぱいますね。あ、それは厳しい話ですけどね。だからそういうのは、まあ、本人の責任もありますし、はい、大学のコーチングスタッフの問題もありますね。あ、そうですね。ですから、はい、はっきり言って大学って伸びていることと、今新村君のようにぐっと伸びていることとですね、こんなはずじゃなかったっていう選手いますからね。そうですね。その辺はやっぱりこんなのやっぱいますよ、伸びてないなと思うのはね、はい、もうこんなんじゃなかったって選手がいますよやっぱり、はい、まあ、長谷川監督の話でもね、やはり、まあ、バルセロナの星もいますけれども、やはりもっと厳しい見方をすれば高校生時代に伸びた幅よりは伸びてないという、まあ、伸びてないわけではないけれども、その伸びる度合いがちょっと少ない選手がいるというようなことを言ってますね。下手にはなってませんけども、やっぱり大学で期待したいというか、この年代の18歳から22歳の間にやっぱりそのスピードのあるところでそのいろんな仕事ができる、それから相手が周りに3人くらいいても自分の仕事ができるという、やっぱりそういう尺度で、かかりますと、なんだ仕事できなくなっちゃったなってありますね。なるほどね、はい、さあその、はい、現在は高校選抜がいいリズムでボールを展開しておりますが、これは三浦文武、やっぱうまいですね。そうですね、うまい。さあ上り、さあ上りもうまい、実に回るみたいです。その沢登りがですね、右手をちょっと骨折しているらしいんですよね。指だそうですが、包帯を今ぐるぐる巻きにしてますけれども、まあ、プレーにはさほど支障はないということですが、周りはよく見えますね、沢登りは、はい、あ、さあ三浦にボールが出ます。中にすぐ折り返す、ヘッドで落とす、と選手が転ぶ。沢登りは右手がちょっとね、負傷ですので、かばいながら転倒しましたが、ええ、手は使いませんからね。そうですね、まあ、動かせれば大丈夫ですけど、はい、指痛い時はね、なかなかで、ね、覚えることできないことありますけどね。そうですね、まあ、その沢登りの、はい、ごめんなさい、話でもですね、まだ要するに日本では通用するだろうと、世界を見た時に今の沢登りでどうだろうかというようなこともね、長谷川監督が言ってましたよ。そうですね、やっぱ
彼のやっぱこれからはやっぱ経験ですね、やっぱりね、はい、やっぱいい経験を積んでいくということね、だからより早い仲間の中でやるということが非常に大事ですね。そうでしょうね。まあ、いずれにしてもこの選手たちがですね、本当の意味で力をつけてくれないとやはりオリンピックの夢って果たせないわけですよね。その通りですね、はい。まあ、何としてもその切符を手にしてもらいたいと思いますし、ヒノキ舞台での活躍を見たいと思います。さあ1人抜け出しました。これは8番の他校です。姫路商業シュート、相手に当たって外に出ました。コーナーキックですね。そうですね、まあ、加藤元信いいところで打ちましたね。そうですね、まあ、思い切りの良さが身上であります。デッケン8番、まあ、高校選手権の時には怪我をして出場して市立船橋戦で、ね、もう後半に出てようやく1点を取ったんですが、その1点がこの他校の豪快な強烈なシュートでありました。やはりエースというのはいいところでと言いますかね、苦しい時に1点入れてくれると、そうですね、まあ、楽な相手の時にですね、はい、ポカポカ入れるのは世の中にたくさんいますけども、やっぱり、はい、大事にここ一番欲しいなというのが本当のエースですよね。そうですよね。やっぱりブラジルのソクラテスなんていうのはもう入れる時って大体1対0の時の1点入れるんですよね。大体5対0とかっていう時にはほとんど入れてない、はい。まあ、非常にそのマラドーナもそうですけどね、大事な時に入れてるっていう選手がやっぱり頼りになる選手と言われますからね。そうですね。だからこそ逆にファンにとってはもう答えられないですよね、はい。まあ、野球で言えばタイムリーヒット、あるいは勝利打点ということになるわけです。そういうことですね、はい。そうした大事な時にかなりこの決めてくれるのが8番の他校という選手。さあ今度は大学選抜の方にも注目してみたいと思いますが、この7番は相馬です。この相馬もバルセロナの候補。右に大きく展開します。右サイドには三浦が待っています。すぐ後ろに田坂12番が走っていますが、ボールは外に出ました。ゴールキックです。田坂もですね、はい、ユースの選手ですね。あ、そうですね、日本代表です、はい。あなた、かまぼこだったのね。あなた、かまぼこだったんでしょ。今日でお別れだね。できたのあなたと美味しい関係、丸六かまぼこ。私、あなたと暮らせるならかまぼこになる。君にかまぼこは無理だよ。できたのあなたと美味しい関係、丸六かまぼこ。最新テクノロジーを駆使した SDA 方式ロックオーガー、施工部門に進出。未来を見つめ確かな明日を創造する三協グループです。前半は現在15分が経過したところです。高校選抜が依然として1点のリードです。今お知らせの間にやや大学選抜が右サイドで激しく粘って、チャンスを作ろうとしたんですけれども、まだシュート体勢には至っていません。1点を追いかける大学選抜、白いユニフォーム、激しくぶつかります。まあ、とにかく大学選抜としては、まあ、お兄さんとして本当にいいところを見せなきゃいけないというそういう気持ちもあるでしょうし、あー、いいわ。さあ他校にボールが回って左足軽く蹴ってゴール。本当にね、落ち着いていました。この前のもう突いた態度は素晴らしいですね。ちょっともう相手を食ったような、本当ね、まあ、パースも素晴らしかった。はい、でこのねキーパーの飛び出したところ、中もずーっだったなこれね。そうですね、これはアシストは誰でしょうね。素晴らしかったですね、今のは。決めたのは他校です。岩下じゃないですかね、今のボールは。岩下ですかね、いや岩下でしょ。素晴らしいですね、はい。他校2点目、2対0になりました。時間は15分、2対0となってしまいました。七海というようなアナウンスありましたね。はい、
7番の七海ですね。そうですね、さすがにその足技すごいですよ七海は、はい、いや先ほどの高校選抜の中ではやっぱり七海を注目してほしいですね。そうですね、これはこの中でやっぱり一番プロらしいプロって言うでしょうね、うん、プロに最も近い選手そうですか、はい、もう本当にね大学今のプレーもそうですね、大学ってどうなるかなってちょっとまあ私もね、非常にこう心配と期待が両方あるんですけどね、うん、なるほど、はい、大学のサッカーでね、この要するに、潰さないようにしてもらいたいという気持ちがいっぱいです。あ、そうですか、はい、要するに走ることとね、はい、岩下です、倒れ込みながらセンタリング、これをクリアしました。どうしても大学のサッカーが走ることはもちろんサッカーの走ることは大事ですけど、はい、その方が中心になっちゃってね、彼の持ってるその周りを見てゆっくりして次のプレーにスピードを変えるというようなことをね外しちゃう可能性ね。なるほどね、だからそれは非常に気をつけながらないといけないですからね、はい、本当に周りがよく見られる選手、見られる選手ということですね。彼は左足のプレーがいいして、はい、彼にはやっぱりその左足のいいプレーをうんと進めたわけですね、はい、日本人はとかく右も使えというのを選手そうじゃないですか、彼はもう左をうまくね、もっとうまくしろと、そういう考え方で指導したら一番いいですね。あ、そうですか、素晴らしい選手と思います。まあ、左といえばサントスね、ヤマハのサントスもいましたけどね、東海大地から来ましたが、まあ、本当に左足一本でね、ね、全国を制覇したというふうに言っても過言じゃないと思うんですがね、サントスよりもこのセンスありますね、このそうですか、これ今のタイミング、今のタイミング七海です、今のタイミング出てくるタイミングね、そうですね、蹴ったのもやはり左足でしたね。その七海はちょっと体が今動いてないんできついんですというふうに昨日の、ね、練習で言ってましたけどね、で攻守の切り替えは今日はないしと相手も攻守の切り替えなしと、ただ、まあ、楽しみながらも燃えてやります、お客さんがたくさん入るでしょうからねというコメントを、ね、残してました。大事なことなんですよ、要するに自分の役割をちゃんとね、知っててプレーするというのはものすごく大事なことですね、はい、さて2対0とリードされた大学選抜、元気のいい高校選抜に対してこれからどう食い下がっていくのか注目されます。渡辺さん、はい、その大学選抜長谷川監督なんですけれども、高校生の方がディフェンス頑張っているのに大学生のディフェンスはまだかなりちょっと悪いなということでした、チームの中が、ね、まだまとまっていなくて個人個人がそれぞれバラバラに走ってしまっているようなので、もうちょっとチームとしてまとまってほしいということでした。以上です。はい、お客さんも徐々に多くなってまいりました草薙球技場です。毎年ですが本当にこの大会は、ね、よくお客さん入ってくれますよね。そうですね、はい、やっぱり試合というのはプレーヤーはもちろんそのいいプレーをすることはないですけども、それを支えるのはお客さんですね。はい、まあ、これからプロリーグに向かってですね準備が始まるわけですけれども、本当にたくさんの、ね、お客さんが入るようなそういうチームに育ってほしいです ね、各チームとも。お客さんを集める一つの材料ってやっぱりその感動のあるプレーですかね、それが非常に大事ですね。それからやっぱり期待しているのを自分ができないプレーをやっぱり選手がしてくれるということが大事なんですよね。だから期待を裏切らないですよね、やっぱり そうですね、それはどういう期待があってやっぱりシュートをたくさん打てるというで、またその何本か入るという、ね、はい、野球でもやっぱりホームランの場面を見に行く人が多いと思うんですよ。それと同じでやっぱりサッカーではシュートの醍醐味というのはやっぱりその見せてもらいたい、そういう意味ではもう練習の 90% はもうシュートの練習でいいじゃないですかねまあそうしたまあ、言ってみれば派手なものを見に来て、はい、その中で少しずつサッカーのもう少し奥深いところを覚えていっていただければいいんじゃないですかね。そうですね、まあ、実際に選手自身はですね自分を見に来てほしいという、ね、チームじゃなくてやっぱり自分を見に来てほしいというそのプロ精神が必要ですね、はい、そういう精神でなきゃやっぱり、いいプレーです。さあ新浦、ゼッケン15番の新浦、日大三島高校から国士舘大学、関東大学選抜です。
先ほどもちょっとお話出ましたが、高校時代はまあ、まあ、知る人は知ってるんですが、まあ、一般的にはねさほど有名な選手ではありませんでしたが、18人の中に入ったんですね。そうですね、はい、15人の最後にこう落とされた選手ですね。あの天皇杯去年ですね、はい、12月16日に行われた読売との試合で、はい、同点シュートを放って、そうですね、読売を、はい、破ったんです。 PK 戦で破った殊勲者ですね、はい、殊勲者なんですよ ね。その新村のシュートですが、さらにその新村にもこのゲームで頑張ってもらいたいと思います。国士舘にはですね、野田っていう選手がいたんですよ。この選手は北海道出身ですけども、この選手の影響を受けて非常にあの新村は良くなってますね。あ、そうですか。その同じ一緒にやるその選手によってその刺激を受けてバグの大あるですね、そういうことは。あ、そうですか。タッチラインにボールが出ました。ボールを入れるのは今日2得点のタコ。このチームで言いますとあれですね、タコとナナに切っても切り離せない。そうですね、この2人でいわばチームをその引っ張ってるって感じがしますね、はい、あの切っても切れないと言いましたが2人とも順天堂に進むんですね。あ、いいことですね、それは、はい、まあ、私は2人とも一緒にプロに入った方がいいと思います、ね、そうですね。斉藤から一旦ボールが戻ります。4番は薩川、県高校選抜のゴールキーパーは大石直也、清翔です。大学のはその今日はその要の選手がいないんですよね。あ、個人的にはすごくいいことしてますよ。長澤にしてもですね、薩川、はい、も相馬も小川ももう本当にいいことしてるんだけども、その確かに、中心になってどういうスタイルのサッカーをやるかっていうね、そのものがないんですよね。さあ、少しそういったものを、作っていってほしいという感じがしますけどね。これはオフサイド。まあ、例えばこれ藤田がいればまたちょっと変わるんですけど、ちょっと藤田はやっぱり怪我して、そうですね、藤田がね、平岡がいない。これが入ると、はい、その三浦とですね、岩下の連携ができるんですけども。でその辺 の連絡するそのつなぎですが、リンクマンがいないんですよね。今のゲームはリンクマンの予想ですね。ああ、そうですか。みんな一人一人が上手いんだけど、ほら今も上手いんだけど孤立してますね。だから結局こういうプレーになっちゃうんですよね。うん、そうですね、決して下手じゃないしよくやってるんだけども。さあ、左サイドから惜しいところですね。これはオフサイド、ウォーカーのシュートですが、オフサイドですね、はい、一瞬遅かったと言いますか、しかし豪快な、ね、豪快なシュート放ちましたね。これは塩川ですね、はい、いいプレーですね、今ね。清水東から順天堂4年生 で来今年から松下に松下、ね、はい、進むことになりましたね、塩川です。おそらく試合で出るでしょうね、この選手は。はい、もうすでに松下では練習を積んでましてね、そうですか、かなりもう体は動くというふうに言っていました。よく周りが見えますね、はい、いい選手ですから。大学選抜の1点目かと思ったんですが、惜しくもオフサイドがありました。森島やられてですね、森島もいい選手ですね。そういえばその森島に対しては県選抜の各メンバーがですね、あのムラがなく毎試合調子がいいなということを言ってましたね。いやもうね、素晴らしい選手ですね。もうぴったしコーナーついてなきゃもう何やるか分かんないんで、マンツーマンでついてますね、はい、体は小さいんですがね、うまい、本当にね。斉藤から立てます。南米遠征でもって自信つけて本当に力を持ちましたね、はい。またこの高校選抜チームは去年の春にはヨーロッパに遠征をしているわけですね。去年はあのブラジルですか。ブラジルです、はい、ブラジルとアルゼンチンとウルグアイとこういったんですが、はい、今年はあのヨーロッパの予定でいたんですけども、あの湾岸情勢のことで一応中止しましたね。その中には大石、大岩、七海というふうに入ってたわけですが、いやそれはあの、はい、県の、高校選抜の方は行きます。
あの子はあの全国選抜は行くんですね、はい、全国選抜チームは行くんですけども静岡県の選抜チームが行く予定だったのを中止しましたね。ああそうですか、湾岸、はい、情勢、はい、まあ、いずれにしてもこのグラウンドで現在戦っている選手たちはもう何回となく海外遠征を行って、まあ、いろんなレベルの、ね、試合を見てきているし自分たちの肌でも感じてきているわけです、まだ少ないですね、はい、もう少しねあのいろんな国いろんな選手との経験をねしてもなお勝ったり負けたりするゲームを経験しなきゃいけないですね。ほとんど負けた経験してないですよ。なるほどね、勝ったり負けたりというのができなきゃまあ国際的な選手に出場しませんからね、はい、そういった意味では森島、奈々美、田子というのはあの今の高校生選抜チームの中ではだいぶそういう経験も豊富だし、はい、非常に国際的な選手になれるでしょうね。前半は現在27分から8分というあたりです。コーナーキックが行われます。左コーナー大学選抜カーブをかけて高いボール三浦がいましたが相手ディフェンダーに当たっています。ヘディングで戻されています。薩川戻します。高校選抜の薩川スイーパーです。清翔この薩川は全日空に進みます。このゲームで言いますとあの高校選抜の方が大人のサッカーやってますね。そうですか、ええ、あの非常に効率のいいですね大人非常にサッカーをよく知ってる人がやってるサッカーをちゃんとやってますね。まだ大学選抜の方はその立ち直るといいますか、ね、兆しはないですか。そのスタイルが決まらんですよ、こういう形でやるというね。例えば杉山純一にあそこにいるけど何にもしてない、はい、ボールも触らない、はい、彼があそこにいるじゃなくて下がっていってその要するに中盤を作ってワントップでもいいからそのボールをつなげることを考えないとこのまま終わっちゃいますよ。だから彼ボール触ってないですよね。なるほど。それはあの、はい、杉山純一君が悪いんじゃなくてそこで使えない今行きましょうか。今そうですね触ってない、はい、ここですねこのポジションでね。その方針が決まってないですね。なるほどね、ちょっともったいない感じしますね。もったいないですよ、はい、あだったら下がってたらいいですね。あーいいなんかシュートどうなっちゃうんですかね。これはすごい素晴らしいですね。素晴らしいですね。あそこから打ったんだね。相当自信がないと打てないですよ。渡辺ですね渡辺ですね。2番ですね。いいシュートですね。ハーフウェイラインからちょっと出たところ。あーもうすごい豪快ならぬシュート豪快ですね。俺、まあ 入れさせたかったですね。本人もなんか苦笑いと言いますかね。彼ねそういうところあるんですよね。はもう豪快なんで元々センターバーだったから。あそうですか、そうするとあまりゴールの近くから打てないということでなるほど ね素晴らしいですよ、はい、このお父さんもねもう中央で鳴らしたベースだったんです。ああそうですか。お父さんはディフェンスだったんですよね。今のポジションと同じところやってますよ、はい、でも何回か試合やりましたけど、ね、もう頭のいいサッカーやりましたね、はい、そうですね。渡辺はストッパーですからね、あそこまで来てシュートを打つというのはちょっと思いもよりませんでした。セッターワードやってましたよ。ああそうですか、はい、それしましてもああいうものはですね大学選抜にもちょっと見せてほしいですね。そうです、その通りです、はい、さあこれはラインいっぱい飛び出しました。森島ですね。森島ゼッケン11番左足センタリングです。斉藤ヘディングで落としてもう一回ボールをもらう。ずっとこれは誰もいない。その前にオフサイドの旗が上がっていました。現在試合は30分から31分というあたりです。一年後の君に、おめでとうの言葉を送りたい。応援します、受験世代。早稲田ゼミナール。
前半45分も残りは15分を切りました。高校選抜が2点をリードして、これから32分あたりというところです。7番の七海、高校選抜斉藤が出ています。もう1回七海、この足技は見ていても本当に楽しいものがあるんですが、これはちょっとミスキック、ミスパス。逆に大学選抜がボールを奪い返しました。三浦が前に出しますが、これはさすが防いだが、ゴールキック。サッカー君だと大先輩だからね。あ、そうですね。ですから、はい、よくああいう形で入りますね。はい、これで大学が1点取ればまた変わるんですけどね、このままだと本当後半も打たれちゃいますよ。そのサツカーの話ですとね、もう大学のスピードというのをちょっと見てみたいと、はい、そのスピードについていけるかいけないかということで、まあ、自分のこれからの、ね、サッカー人生もありますが、かなりスピードあるでしょうねということを言ってましたけどね。その通りなんですよね。ところが今そのスピードを生かす場面って大学の場合は何もないですよね、はいはい、そういうサッカーをやってないから、うん、要するに足元をつなげることだけをやってますから、その本来の大学のその速いサッカー、スピードのあるサッカーっていうのをやってないんですよ。なるほどね。非常に高校先発としては、まあ、楽ではないけども、この予定ではなかったですよね。あ、そうですね、ここで大学選抜の方は大中が入ります。ゼッケン16番です、杉山ゼッケン13番がベンチに下がりましたね。もう、はい、ボールを、ね、1回も触らないのは杉山君の責任されちゃったんだと思うけどね、うん、本当は杉山さんの責任じゃないんですよ、うん、やっぱり周りのそういうつなぎですね、はい、ボール触らずに終わってたんですよね。まあ、先ほどの、まあ、方針が決まってないというところから来た、そうですね、まあ、産物ということになるわけですね。解説聞いてたかもしれませんね。まあ、そうです。まあ、しかし的確です、はい、今の交代は的確です。さあ、これは三浦文武、戻して古賀、ゼッケン7番が相馬です。バルセロナ候補、そして9番の沢登り、この辺りの糸がこうきっちりとこうつながってくると、まあ、そう今の面白くなるんでしょうけどね。いいですね、はい、しかしディフェンスがしっかりしてますね、高校の、はい、まあ、素晴らしい。渡辺君は小池君も徹底にマークしてるから、そうですね、ゼッケン2番ですね。長谷川監督もちょっと渋い表情、誰しろ怪我が心配ということはもちろんあるんですけれども、せっかくここまでですね、呼んでもらってという、まあ、言い方をしてましたが、皆さんの前で試合をするんだから、その最高のものを出してほしいということを言ってましたが、ディフェンスがいいですね。そうですね、高校選抜のディフェンスが本当に早いですね。2ミリくらい早くて、前で、はい、前で勝負しますからね、はい、そのこれを破るには、速いスピードに持って走ってる人のところでボールを合わせる以外に大学としてはないですよ。それをやらずに足元ってやってるから、もうこれ同じことを繰り返してますけどね、はい、点を打っていれば変わるかもしれない。そうでしょうね、はい、あ、いいと、すみません、これプレーいないスピードですね。さあ、三浦が左サイドに行っています。しかしまたボールを奪い返した高校選抜、高校の方がちゃんと思想が発揮してますよ、はい、どういう風に行くかということをね。なるほどね、ちゃんとしっかりします。縦横行きます走ってます。もう個人技を生かして跳ねて下げる、はい、もうちゃんとね、もう私がこう見てて、あ、行くな行くなと元も行ってますね、うん、さあ今度は左サイドへ展開します。あ、うまい、ナイス。岩下、あ、ちょっとつながりませんでした。もう1回高校選抜ボール、7番の七海、前つながっています。はい、もう岩下ですね。全然その高校ペースなんですね。ちょっと大学の方はボールを蹴るだけという感じの展開ですね。大人と子供のサッカーって感じしだしたね、はい、さあこれチャンス、チャンス、さあ大学のチャンスになるか。あ、いいプレーです。三浦、沢登り、あ、立派。その後は遅い。さあ、長いボールを入れました。これはどうだ。
新村ですが、頭で合わせた新村ですけれども、ちょっと当たりどころ悪かった。渡辺さん、はい、どうぞ。先ほど尾中選手と変わりました、杉山選手なんですけれども、試合に出るのは12月以来だということで、かなり疲れましたということでした。高校生の当たりがかなり激しいので、きついなという一言でした。以上です。まあ、本当その言葉通りですね。今日は高校選抜が本当に、まあ、よく言うガツガツとこう当たってる、ファイターあふれるプレーを見せてますが、その杉山選手の言葉はどうですか。まあ、試合というか練習をやってなかったかもしれないけど、やっぱりこれからやっぱりね、指導団でやるにあたって、自分をでも本当大事にしてほしいですね。はい。お父さんはオリンピックの銅メダリストの杉山隆一さんです。今年からヤマハに入ることになりました。さあ、まもなく時間は38分、残りが前半も7分少々ということになってまいりました。大学選抜が一矢報いることができるか、前半で1点なんか取りたい感じがしますけどね。そうですね、これ1点になると変わるんですけどね。はい、現在は2対0と高校がリード。あー、うまい。さあ、上りですね。ちょっとリズムを変えたいところ。ボールを持っているのは塩川ですが、外に最後は出しました。前田がタッチラインに逃れています。高校選抜、早め早めにチェックして守っています。さあ、これを抜けるか。すでに2人3人と囲んでいます。高校選抜、大学の中盤が塩川、サードブリ、岩下と、はい、非常にボールが持っていて非常に感覚のいい選手揃えていますからね。それぞれの役割というか特徴が生きてないんですよね。だからやっぱり岩下は動き回ってというね、汗をかいて頑張る選手だから、それをサードブリと塩川もう少し使った方がいいですよね。はい。コーナーキックが行われましたが、チャンスにはなりません。これも誰もいないところ、七海が何らか抑えて、大学選抜のチャンスにはなりません。去年のこのカードといいますか、高校選抜と大学選抜の試合は、大学選抜がPK で1点入れて、辛くも1対0で逃げ切ったというようなゲームでした。したがって完璧にその先輩である大学生チームが高校生チームを抑え切ったという、こういうゲームはまだ一度も行われていません。これは岩品です。国士舘大学、この選手は伸びてますね。はい、まあ、昔からよく動き回る選手でしたけど ね、はい、伸びてますね。高校時代上手くなってますよ。はい、まあ、これだけ身長もありませんし ね、 それほどその足がめちゃくちゃに速いというわけでもありませんし、こういう形によって活躍できるというのはやっぱり本人の努力でしょうね。そうでしょうね。やっぱり練習というかトレーニングを誰のためにやるかということはやっぱり基本的に大学からやっぱり非常に主体性実施してきますけどね、はい、主体性実施勘違いしてですね、やらないことは主体性実施だと思っちゃうところではもういい選手にならないです。前半も残りは5分を切っています。さあ、高校選抜が久々にまたチャンスを作るか。ちょっとこのボールは大きすぎました。大学選抜のデッカ1番ゴールキーパー中原が抑えています。中原も関東大学選抜の一員です。今のこうゲーム内容に見てますとね、高校生が持つと何かやるなと思う感じですね。そうですね。大学が持つとですね、あ、どこで取られるかなって感じにしちゃうんですよ。これはね、非常にその中盤ですね、やっぱり。あ、これはいいプレーですね。これはいい。さあ、岩下からボールが出て、三浦です。ゼッケン14番、三浦が走り、コーナーか。コーナーキックを取りました。初めてですよ、この中盤からぐーって大学らしい攻撃しました。そうですね、はい、コーナーキックは3本目です。何回も続けてほしいですね、こういう攻撃を。そろそろ点が欲しい大学選抜。前半残り時間はあまりありません。
ボールは外に出ます。タッチライン、なかなかチャンスを生かすことができません。左サイドに塩川と三浦がいます。大学選抜ですが非常に早めのチェック、ボールを奪います。高校選抜、いや高校生本当何やかからない、非常にハツラシとしています。ジェルソン、そして七海、もう一回ジェルソン、どこに出すか、短いパス、真ん中上がっていたシュート、本当にうまい、いや15番の前田のシュート、前田ですね、はい、うまいです。今のは前田と七海ですね、そうだったですね。ジョルセンが、はい、前田入ってこうサポートしましたね。そうでしたね。このシュートは今前田君仕切ったけどね、素晴らしかったですよ。はい、まあ、形としては完璧ですよね。完璧でも、はい、あこういうのは楽しいですね。はい、ジェルソン、七海、この辺りが非常にいいものを見せてくれましたが、それにつけても大学選抜なんとかしたい、一点入れさせてやりたいですね。はい、本当ですね。あ、いいプレーです。通りません。さすががいた、しかし抜けた、さすががいった、1対1になるか、キーパーが取っている、キーパーが取っています。いいプレーです、いいプレー、これ2つ入れましたからね。はい、これはあの点入れるでしょ。今のは惜しいプレーでした。いいプレーだったですね。あ、出てきましたね。いやいや、高校選抜としてはヒヤッとしました。そんな表情の1番の大石、ゴールキーパーです。初めてですね、今のような。そうですね、ちょっと高校生がヒヤッとしたというのは、あのやっぱりこれは中盤からのですね、あの攻撃の2人がちゃんと関わってる人間が、おっと、これはキックした、そうですね、ちょっと顔面に当たりましたね、ジェルソンですが、大丈夫ですね。さあ、前半は残り1分です。ジェルソンがボールを持っています。高校選抜、スルーパス、うまい、うまい、おー、スルーパス、スルーパス、うまい。加藤がふわっとしたボールを上げますが、キーパーの中原が取っています。いや、うまい、非常にあの間の狭いところをですね、うまくパスしますね。これは岩下、ファールがありました。大学選抜ボール、残り時間前半ほとんどありません。もう大学生時代ももちろん大学選抜もですね、はい、高校時代はこういう非常に頭の柔らかさがあったんですよね。他の勉強したじゃないですかね。そうですか、大学行って、はい、ちょっとこうただ前へ前へっていう感じだけで、あのそうですか、高校生の方が頭柔らかいですよ。はい、現在のところは高校生が1枚上というような前半でありました。2対0と高校選抜チームがリードしております。それは父のダンディズム、新カムリ誕生です。今度の土日、お近くのトヨタカローラ東海へどうぞ。二人の愛がある限り地球は回り続ける。好きな歌とポッキーがあればもう何もいらない。グリコ、ポッキー。年下なんだけどさ。やだ。兄ちゃん、私も変えようかな。ポッキーよりちょっと大人、アーモンドクラッシュポッキー。私はあいつの缶チューハイ、あいつも私の缶チューハイ。ごちそうピーチ。ステレオアルコール飲料タカラ缶チューハイピーチ。忙しい忙しい、この忙しい時にいちいち NTT まで言ってられませんね。それね、嫌になっちゃいますわ。ご心配いません。電話の引っ越しは局番なしの116番。あら、私の髪はロレアルエルセーブ。確かにいつもと違います。
ヘルセーブのヘアパックは髪一本一本をいたわり、弱っている部分までディープトリートメント。プロテインで傷んだ髪を保護し滑らかに、頬までパサついた髪に潤いを与えしなやかに、シリコンで枝毛をコートしてサラサラに、髪に毎日優しさ以上の思いやり、エルセーブヘアパックロレアルから。あ、旅情&ウイスキーサントリー革命1980円、炭酸水差し上げます。最後に残るものは何ですか？美しき自己投資、エステアップ。何かを成し遂げるために冷たく冴えたコカ・コーラ、この弾けるテイストがあれば君の全てがうまくいく。 Take 7 The moment that refreshes。今日は退屈で忙しい。ポーラのボディエレガンスソフィカル。ご覧のように暖かな日差しが照りつけておりますが、ちょっと今日は涼しくなっております。毎年恒例のヤングサッカーフェスティバルですが、ご覧のようにカメラを手にして、お目当ての選手の姿を撮ったり、あるいは大きな声で声援を送ったり、またちびっこの姿も見られます。県営草薙球技場で行われておりますヤングサッカーフェスティバルです。こういった子どもたちがまたこのグラウンドで、プレーをする日も近いのではないかと思いますが、この大学選抜と高校選抜の試合、まもなく後半のホイッスルが吹かれようというところ、後半に大学選抜の奮起を期待したいところです。ひとまずここでもう一度お知らせをご覧いただきます。世界中の恋人たちへ、バナナのお酒、宝グリーンバナナフィズ新登場。ここんとこ忙しくてさ、 NTT 行くのがまあこれえらい面倒なんだ。ご心配いません。電話の引っ越しは局番なしの116番へ。はあ。年下なんだけどさ。やだ。いいじゃん、私も変えようかな。ポッキーよりちょっと大人、アーモンドクラッシュポッキー。アリストテレスの先生はプラトン、プラトンの先生はソクラテス。先生って大事だね。大学受験、修英予備校。これから後半に向かおうという草薙球技場ヤングサッカーフェスティバルです。堀田さん、前半ご覧になってね、はいはい、大学の、もちろんね、個人技は素晴らしいんですが、大学の選手たちのちょっとこう元気のなさというのがね、気になるんですよね。一人一人は元気があるんだけども、元気はある。要するにね、やることがはっきりしてない、はい、いわば何をしたら点が取れるかというね、どうして相手を崩そうかなということがなくてですね、一緒にその走っている高校チームですね、先を押されて、もう全部目をつまれてるし、いわばこういうのはやっぱり高校生の、ペースっていうんですよね。大学のペースでゲームがこの行われてない。だから、この調子を取り戻すのは大変ですよ。そうですか。はい、大学としてはね、やっぱね、サード守りを中心して中盤を作れた、はい、いうところの指示があれば、塩川も岩下もそれに、そうですよ。なんとなく中盤を3になるというだけなんですから、サードボールではボール集めてもらったらパスしたら走れというね、パスアンドゴーを徹底しないとそれは打開できないですよね。これは高校のチームはものすごくね、役割をはっきり、ね、持ってますからね。特にジェルソンとナナミの
連携プレー、それから他校と中盤の前田との、ね、コンビネーションも非常にいい、なんだろう、もうディフェンスが素晴らしいという、ね、はい、だからもういいと高校のいいとばかりやって大学の、ね、なんかいいとこが出てないのが現状ですね。そうですね、まあ、その辺を打開策が出たかどうかというのはまた後ほど聞いてみたいと思うんですが、エンドが入れ替わります。現在2対0と高校選抜チームがリードしています。向かって右側が静岡県大学選抜、左側高校選抜です。まあ、45分という、まあ、日本リーグ並みの試合時間で行われるわけですが、高校選抜の服部監督はその45分という時間高校生が持つのかな、こんなことも心配してましたけど、まあその心配とは裏腹に逆の展開になっております。まあ、大学生のプライドをするべきですね。そうですね、はい、プライドをするべきです、はい、俺ら先輩だという気持ちをねしてちょっと泥臭い作業やろうという方がいいですよね、はい、今大中が行きましてボールは外に出ています。渡辺さん、はい、ストーノさん、どうぞ。ハーフタイムの両チームの表情なんですけれども、まず大学選抜の方ですが、だいぶ前半の後半にはタイミングが合ってきたようで、監督も後半はこれならいけるんじゃないかということでした、それから大学選抜の方はですね、新村選手と大中選手の2トップで行くというふうにちょっと布陣を変更したようです、早めに1点を返して正面から1本シュートを決めていこうということをもう監督は一生懸命おっしゃっていました、それから高校選抜の方ですが、早い時間に点が取れたので大変チームがいいムードだということです。外へつなぐパスで後半にももう1点ぐらい追加したいということです、まあ、お客さんに楽しんでもらえるいいプレーをもっともっとしたいという、高校選抜服部監督のコメントでした。以上です。はい、コメントにも余裕が出てきます。そうですね、はい、まあ、いけるだろうというと、大中と新村の2トップという話がありましたね。その前そこまでボールがいかないもんですからね、はい、そこまでの中盤をどうするかというと、もっとしっかりと指示しないとこれは変わらないですね、前半と、はい、例えば中盤をもっと前へパス出すのか、それとも足元出すのかというね、はい、その辺をやっておかないと。そうですね、ないですね、はい、もう個人技でこれは森島です。東海第一、大きくボールを蹴り込まれまして放送席の下まで飛んでまいりました。大学選抜がその辺の打開策をうまく展開することができますかどうか。相馬がスローイン、これは塩川です。一旦バックスに戻します。周りを見ながら右サイドに展開します。右から上がってきます田坂、ボールを出して走りますが、もう一回ボールをもらいたいところですが、もらい損ねました。高校選抜チームにボールが奪い取られました。田坂懸命のスライディング、田坂一瞬で、そうですね、さあこのボールはどうやらキーパーのところに行きそうですが、そのまま流してゴールキック。何しろ国体では不敗を並べました県高校選抜、その悔しさをこの試合に思う存分ぶつけているというそんな感じがいたします。まあ、この調子ですからもう本当に完全優勝ですよね。そうですよね、これだけの力があるですからね、まあ、勝負にはその時の運というのももちろんありますしね、まあ、怪我の問題もあるでしょうし、いろんなことありますが、特にその静岡県のチームの場合はね、大変なこうプレッシャーがありますんでね。まあ、この静岡県のチームもこれからも勝ちに行くので、そのゲームにおけるやっぱりね、その問題はやっぱコンディションですよ、やっぱり。はい、さあどうだこれは。あ、早いですね。いいシュートですね。アフボレですね。そうです。はい。いや、彼の左足も素晴らしいですね。まあ、ウイングのポジションですが、見事なこうシュートも
決めてくれるシーン、ね、ありますからね。自分がこうつぼ入れるとその時のプレーが非常に早い、はい。まあ、今度の東海大一の新しいキャプテンです、岩下。いやもうその東海一高のキャプテンというよりも津田県のやっぱりエースストライカー、そうですね、彼にやっぱり期待する、はい、だから本年度だって彼に期待するでしょうね。うん、で先生はやっぱり斉藤と小谷、からトップではやっぱり田島とこの岩下ですね、はい、もう私も当然今年のもう中心です、はい。そういう意味ではこういう試合いい経験なんでしょうね、はい。まあ、田島も伊藤もこのメンバーには入って、現在は入っておりませんけれどもベンチにいます。今出ているのではジェルソンと岩下と斉藤俊秀ですね。そうですね、この3人ですね、はい。まあ、そのジェルソンが私はまだ選抜チームあと1年ありますからね、頑張りますというふうに言ってましたけど ね、まあ、これ今日もおそらく出てくるんですけど、斉藤、伊藤と田島ですね。田島、これはまたすごい選手ですからね、はい、こういう早いプレーの経験をさせておきたいですよね。さあその2人が出てくるまでに大学選抜が点を取れるかどうか。7番相馬、さあ上り、おお、いいですね。これがそうですね、この辺りがですね、ちょっと雑ですね、はい。8番ジェルソン行ってんです、これタコシュート、ね、決まった、ね、もうまたまた決まりました。あー、うまい、またまたあっという間、ジェルソンタコ、ね、その前ナナミです、やっぱね、はい、いいところ、今これジェルソンですよ。このパスね、もうこのパスで決まったと思ったよ、まあ、はい、裏の裏をね変えてます完全に、はい。3対0になりました。後半の6分です。これはね、高校選抜は楽しくてしょうがないですよね。本当ですね、見てても分かりますよ、もうね、腹の中で笑ってるような感じがする。しかしこれだけ差がついてきますと、もうもちろん本気になってるでしょうけどね、本気にならないとまずいですね、大学選抜は。いや、もう本気では本気ですけどねはい、見ているお客さんもですね、これが大学なのかなというような声も多分出てるんじゃないでしょうかね。やっぱ泥臭い時からやっぱりもう少し競り合いをやってほしいですね、はい。ちょっとあっさり続いてます。まあ、俺たちは練習してないからだよとかですね、まあ、オフになってくれば仕方ないだよというようなことを言ったら、これはもう全然論外ですね、うん、そんなこと言いやっちゃう。そうですね、うん、はい。当然そのね、ここへその前見せるときにはやっぱり最高のプレーを見せるために自分がトレーニングしなきゃいけないですよ。いや、こんなのはやっぱりサーノブイとかですね、相馬とかはもうちゃんと動いてますね、岩下なんかやっぱりそのちょうどやってきてますからね、はい。とパスはつながりません。ちょっと大学選抜の各選手が首をかしげるような、シーンが目立ってまいりました。そうですね、その通りですね、おかしいなというような感じです。やっぱり基本的に周り見ることとパス&ゴーということですね、いろんな基本的なものがちょっと欠けてるっていうよりもやってないですね、はい。こうして見てましても、そのエネルギッシュに動くその高校選抜の姿に対して何かちょっと迷っているというか、そんな感じの大学選抜。これはキーパーに戻しています。
この後確かに関東大学リーグのですね、大学選抜の合宿なども控えておりまして、まあ、もちろん怪我をしてはいけないという気持ちもあるでしょうけれども、こういうですね、非常に自分のチームの大事にですね、その3つのことをやっぱり持て戻して変えなきゃいけないですね、まあ、自分が周りを見ているかどうか、それからパスした後走ってるだろうか、それからボールの方へ寄ってるだろうかという、その一つ一つ見ていきますと、やっぱり高校生の方がその3つの大原則をちゃんと守ってますね、周り見てるし、ボールの上にスッと行きますし、なるほど、必ずパスした後は走ってるというね、このことはね、やっぱり一人一人比べるとやっぱり高校生の方がやってます。なお高校選抜チームの方はゴールキーパーが変わってますね、大石から佐々木に後半から変わっております。高校選抜チームゴールキーパーは佐々木です。佐々木ゼッケン12番、東海大第一の3年生です。7番は相馬ですが、なかなかこの相馬に対してはですね、人間的にもできてるし、精神的にも安定してるし、やはり、まあ、沢登りらと共に将来を担ってほしい選手の一人だというふうに長谷川監督が話してましたが、まあ、今日あたり、まだね1年生です、早稲田大学。5番は小型熊、17番三崎ですね、三崎入ってます。名前聞けばですね、本当に諏訪県の高校の時のもうエース、もちろんのと日本のね代表になるメンバーですからね、そういった意味ではやっぱりどんな場合でもやっぱり自分の持ってるものを出す、それ最善を尽くすというね分野をやっぱ忘れちゃいけないですね、はい、渡辺さん、はい、3点目を取りました高校選抜服部監督なんですけれども、狙い通りの展開だということですが、このまま大学選抜がねこのまま終わるかどうかは分からないので、また気を引き締めて油断をしないように、選手にも一言添いたいということです。以上です。さあ長いボールがゴール前です。さあこれが通るか、防いでいます。高校選抜逆に攻撃に転じようというところです。ゴールやってますね、そうですね、はい、ここはオフサイドがありました。それぞれがそれぞれの持ち味を出して十分に仕事をしている感じの高校選抜チームです。さあ高校選抜はいよいよ田島が入ってきましたね。清水東高校1年生田島、ゼッケン14番です。他校が2点取りまして、お役目終わったということで、さあ三崎からボールが入ります。上で落としてもう1回三崎、右足でセンタリング、これに合わせる選手がいません。あそこまでしかしね下がってるんだよね、7人は本当に守ってるんですね、はい、素晴らしい選手ですね。これがゼッケン14番の田島です。まあ、今年の高校選手権清水東と清水商業が出ましたが、この田島がですねちょっと不運にも初戦で怪我をしてしまいまして、まあ、その影響もあってか清水東ね2回戦で敗れたんですが、まあ、田島これは日の丸をつける選手です。あそうですか、はい、もう一人伊藤という選手がいますけどね、はい、1年生では浮津という清水商業にもいい選手いますけど、田島伊藤だけはちょっと久しぶりに出てきた素材ですね。あそうですか、今右サイドを走っています。これはオフサイドですが、オフサイドの旗が上がっていたんですが、これはゴールか、オフサイドですね、ドリブルだからオフサイドじゃなかったですね。あなるほどね、ドリブルだからゴールですね。そうしましたね、ドリブルだから取らないしょうがないですね、はい、ドリブルの時ちょっとボールが長いから前進は上げたは上げたんですけども、ここもドリブル飛びてたんですよ、これはね。ですから旗上がったけど取らなかった。一方
こっちはオフサイドかなと思っていい気になっておられるんですけど、笛が鳴るまでオフサイドないんですよ。これはちょっとジェルソンの今一人で持ってたからね、優が欲しい、欲しいのは優です。オリエントの優。私は BS 録画のために生まれた。この絵を見よ、この音を聞け。新しい BS の世界をリードする BS ビデオのガオと新 BS レンタロー、パナソニック。ついに4点差がついてしまいました。意外にも高校選抜チームが4対0と大きくリード。4点目はジェルソン、ドリブルで持ち込んでキーパーと1対1、これをかわして難なくゴールを決めております。これがジェルソン、ジェルソンが2点、そして他校が退きましたが、その他校が2点、4対0です。いや本当にね、出場権の高校生は強いですよ。そうですね、本当に出場権の高校選抜が強いって言われてもですね、今まさにいる風間彌弘がいた時代ですね、はいはい、遠藤智則なんかですね、から遠藤吉郎君ですが、まあ、大勢いましてね、もうこの世紀最強の高校選抜なんて言われて、その時でひょこっと負けたことあるんですよ、宮崎国体ですから、ね、その後今年も強いなって、最高だねって言ったらやっぱり千葉にことっと置いちゃったんですけどね、はい、なかなか強いという時になかなか優勝できないのが条件ですけどね。しかしこういう試合になるともう極端に強いですね。あ、もう本当素晴らしいですよ、まあ、しかしその辺の何か課題は一つありそうな感じもしますけどね。まあ、大学がこの出来が悪いということよりも、とにかくこれはね、高校が良すぎるぐらいいいですね、はい。まあ、本当に静岡は強い強いと言われながら、まあ、今年の選手権のことはあまりぶり返してはなんですけれども、そういったちょっとこう穴が開いて破れるというようなことがあるわけで、まあこれは相手チームもですね、それだけに集中していますからね。だからまたその中で勝つのは大変ですよ。静岡県が勝つのはもっと大変ですよ、はい。まあ、全くノーマークということはありえないわけですからね。だからもう静岡県とやるどんな種目でもそうですけど、今日もまあ11種目の全国優勝があって表彰したんですけどね、その教員からですね、藤枝市役所から、それから中央防犯から全国社会人とかですね、それからママさん大会とかですね、OB 大会とかいろいろあって、もう11タイトル取ってるんですよ。全然20くらいしかないですよ、日本のタイトルって。それの11個取ってる。そういう中でね、やっぱりね、本当にその勝つのは全部難しいですよ。なるほどね、本当ですね。難しい中でも、まあ、勝っていますからね、やっぱり強いってこと言えるでしょうね。伊藤君が出てきましたね。伊藤が出てきますね。ゼッケン13番の伊藤がスタンバイしています。現在コーナーキックが行われます。大学選抜のコーナーキック、グラウンダースルーしてヘレラ外から打った、シュートをかける、キーパーと揉み合って外に出ます。10番の岩下が、岩下ですね、岩下のヒット下げました。はいはい、下がるのは岩下ですね、はい、伊藤が入りますね、はい、伊藤が入ります。大学選抜の方のシュートをしたのが岩下ですね、はい、この伊藤も面白いですよ、はい、ましたね。マルドーナです、これは、はい。まあ、風貌もなんとなくね、そんな感じですね。ボールを持たせたら本当にね、何やるか分からない。身長はさほどありません。167センチ、1年生。七海の横置いておいたらこれは最高に面白いですよね、はい。清水市の袖市中学の出身、現在は東海大一高の1年生、1年生ながら県選抜に入っています。その伊藤、それから先ほど入った田島、2人の動きにも注目したいと思います。今日田坂が頑張ってますね。そうですね、はい。こういう非常に押され気味の時にですね、こう今田坂ですね、はい、これが田坂、こういう時に頑張る選手は本当に強いんですよ。さあ、これが岩下、国士舘大学、一人で持っていく、
非常に運動量のある選手です。一旦戻します。もう一回もらう。細かいパスワークをつなごうとしたんですが最後は外に出てしまいました。8番は塩川です。よし、これは直接キーパーワンバウンドで抑えています。なかなかいい形が作れません。今のねトラップうまい。ジェルソンですね。これはオフサイド。後半に入って間もなく20分です。ゼッケン14番の田島、そして13番の伊藤、1年生が2人入っています。後半交代で入っています。高校選抜ジェルソンと岩下が競っています。さあ七海、ボールをもらうと非常に大きな声で味方チームに指示を与えます。この七海今日は燃えると言っていました。まあ、その言葉通りそうですね、司令塔の役目をしているし、その声はもちろんだけども声の通り必ず始めやってないんで、その逆をつくプレーは本当にうまいですね。はい、さあここでまたメンバー交代があります。高校選抜チームです。16番の小谷が入ります。17番の斉藤に変えまして小谷が入ります。先ほどもちょっと話が出ましたが東海第一の2年生、4点差をつけられています。大学選抜なんとかしたいところなんですが、これが逆に焦りになってしまうと高校選抜の思うツボということになります。ゼッケン2番渡辺、先ほどはものすごい長いロングシュートを見せました。180センチ堂々たる体格。大学選抜はどうしても点取ってほしいですね。そうですね、ゴールキック。さあこの沢登りあたりが起点になって、そして相馬あたりも絡んできて、どんどんこれ押し上げていってほしいと思うんですけどね。そうですね、はい、その通りですね。まあ、一人頑張ってるのがこの田坂ですよね。そうですね、田坂よく頑張ってますね。右サイドですがもう本当に長い距離を先ほどから走っています。9番の沢登りがボールを現在持っています。左足で長いボール、さあどうだ。よし、いっぱい、ありがとうございます、ね、オーバーラップ相馬、三村、今のは岩品です。これ田島ですね。これが田島ですね。ゼッケン14番田島、あいいとこ出るね。さあどうだこのボールは。しかしキーパーがキックで外に出しました。非常にいいリズムを持ってますよね、うん、すごいですね、はい、鈴木が入るかな。またメンバー交代ありますね。大学選抜の4番の鈴木がスタンバイしているようですね。静岡西高出身ですね。駒澤大学4年生。新村がベンチに下がるようです。あっとこれは新村ですね。そうですね、はい、あうま
まいですね。これは伊藤蹴り方、はい、すごいですよ今ね。はい、さあ七海からボールが出ます。もう一回七海を起点として田島、こういうボールをどう処理するか。相馬と七海、ああ、うまい。さあ、そして田島にボールが出ました。頃合いを見計らってボールを出したところですが、オフサイドラインにかかりました。ジャルソン、本当に何かこうやりそうな気配っていうのは高校選抜に感じられますよね。そうですね、ボール持ちますとね、はい、なんかやるな、なんかやるなっていう感じがしますけどね、はい、本当に何か見ようでしょう。大学の方はいつ取られるかなっていう感じでね、やっぱりコンビは、ああ、いいプレーですね。フィールパス、うまいですね。こういうプレーを難なくやってきます。しかし田島のパスはちょっと長すぎました。チャンスですね。左へ流します。5番の古賀拓磨、順天堂、長いセンタリング、逆サイドボレーですが、ボールを割ることはできません。しかしもう1回、岩品が蹴り上げましたが、これはバーを越えてしまいました。この岩品も国士舘大学の3年生、新村、先ほど下がりましたが新村の一つ先輩に当たります。この人も関東大学選抜、高校時代から本当によく動き回る選手でした。時間の方は現在26分が経過しています。前半2対0、後半も高校選抜2点を取っています。なんとしても1点を取りたい大学選抜なんですが、なかなか最終ラインを突破することができません。またまた高校選抜ボールです。これが七海、落ち着いています。おっと、これ空振り、珍しいプレーです。さあ、この縦パス通ります。7番の七海、巧みなフェイントで抜いていこうというところでしたが、互いに何か笑い合っています、七海と田坂。今日フル出場のジェルソン、よく動き回っています。ゼッケン18番は高校選抜。さあ、ラインいっぱいですが、伊藤の足からちょっとボールがこぼれました。タッチラインに出ています。ご覧のようにたくさん詰めかけた応援スタンド、とにかく静岡のファンにとっては懐かしい顔、まあ、2年3年経ってどのぐらい成長しているのかなという気持ちを持って見てらっしゃる方も多いと思いますが、ほとんどそうですね、そういう意味ではもう 何年かその高校サッカーで見続けていて、それで大学行って、本人どうなったかということを期待しているわけですからね。そうですよね、もう少し頑張ってもらわないとね。まあ、あのネアワークはですね、はい、高校選抜が強いということも、はい、大事でしょうけども、その、まあ、全国のトップを狙えるその高校選抜をもう、はい、一周してしまうぐらいのですね、大学選抜であってほしい、そんな気もしますね。だから、まあ、高校卒業してですね、大学行く選手とですね、日本リーグ入る選手もいますけど ね、まあ、これからはプロリーグができますとですね、もうサッカーをやる選手ってやっぱプロリーグの志向になるでしょうね、はい、それみっちり、まあ勉強するための大学は大学でいいからいいけども、実際のサッカーをやるだったらやっぱりそのプロリーグでやろうといった方がかえって
こういう結果にはならないでしょうね。うん、一番伸び盛りなんです、本当18歳から22歳ですよね。その時にやっぱり、オフとはいえ、力を出せないですよ、ちょっとね。はい、まあ、現在大学生は動き始めたという段階ですけれども ね、 そ、 ね、はい、まあ、それを差し引いてもこの4対0というスコアというのはちょっと納得できない、そんなスコアじゃないでしょうか。高校生ももうすでに、12月、はい、半分ぐらいの子はもう、11月終わってます、ね、そうですね、まあ、1月の8日過ぎはほとんど試合やってない多いですからね、はい。さあ今日2得点のジェルソン、こちらは相馬です、早稲田大学の1年生、奮起したいところ。これは2番の長澤、うまいですね、体の入れ方が上手だし。10番の沢登り、この沢登りと試合ができるのが非常に楽しみだということを、あの高尾選手あたりが言ってましたけどね。それはその通りですね、はい、いいセンスしてますね、沢登りは。本当に将来が楽しみな選手ですね。そういう選手が相手にいるのに勝ったというのはもっと自信になりますから。そうですね、だから大学でも俺はできるだという気持ちになるでしょうね。現在後半に入って30分から31分、大学選抜が劣勢に立たされています。本当に各選手ちょっとこの悔しいなというふうに思ってると思うんですがね、それがやはりプレーに出せないという歯がゆさ、やっぱり出すには基本に出さないと、基本に走ることからね。本当ですね、はい、これは田島です。この田島に対しては相当やはり期待が大きいと思いますが、まあ、全国大会初戦に捻挫して国体も今一つということで、この試合にぜひいいところを見せてほしいというふうに服部監督も話していました。平岡入れた、ね、平岡は入りましたか。大学選抜はもう怪我人もうどころじゃなくて投入しましたね。平岡はですね、使わないよう出てたんですよ。膝の靭帯痛めてまして、無理するとないですよ、まあ、今日はちょっと無理だろうというふうに言ったんですが、さあこのコーナーキック、もうセニアら変えられなくて、もうこんな恥ずかしいことやって困るということで、おそらく急遽使ったですよね。そうでしょうね。でも怪我しないようにしても彼もバルセロナが勝ってますからね、はい。これでバルセロナ組が平岡、相馬、沢登りとこういうふうに揃いましたね、はい、三浦もそうですね、はい、4人メンバー、この11人の中に4人オリンピック候補が入っているということになるわけですが、ね、その相手に対して高校生チームが4対0とリードしているわけです。すっくりこの高校生チーム出した方がいいですね、バルセロナ、本当にそういうことも言えますよね、はい、バルセロナというか日本の選抜そのものがね、その技術よりも走ることだけをやってるからね、その魅力を感じないですよ。だから奈良美の選手なんてもう本当にバルセロナのね、こうだけども、そのあれでしょうね、その彼の持ってるものの良さって本当の良さを出さないで、ただ走ることだったら誰もできますよ、だからね、だからそういう彼しかできないものがあるからサッカーって楽しいですよ。はい、これはいいパスだ。あー素晴らしいね、いいパスですね。森島11番、森島素晴らしい、はい、今右サイドにいたのが田島とね、それから伊藤、七海も絡んで、ね、最後は森島のところにボールが行きましたね、やはりその活躍すべき人が活躍しているという感じですよね。ボールが行ったんですよね、またそこへね、本当ですね、またそこにいるんでしょうね。サードだ、これシュートは入った、ようやく1点が入りました、ようやく1点が入りました。大学選抜平岡ですね、平岡でしょ、はい、よかった平岡入れてね、よかった、はい、やっぱり平岡怪我して入ってたけど左足ですね、うまいですよ、やっぱさすがですね、
今ちょうどねオリンピックの話してまして、よかったよ。でもねもうワンタッチで蹴りましたもんね。もうこれ、はい、これ素晴らしい。まあまあこれでいいいいじゃん。本当に。まあ、勝敗はもうね。もうねもうほとんど。うん、高校選抜ですからね。まあ、やっぱりの平岡がいない、山田がいないでしょ。そうですね。これがやっぱり山田もっとも県のその高校の選抜にしますから。そうです。はい。まあ藤田あたりもいないんでね。そうですね。今山田が映ってますけどね。山田もやりたくなってないか、はい、ちょっと今足を軽い、まあ、やったり怪我をしているということですね。怪我の時はね完全に休ませる必要でありますよ、はい、だからまあイラク君が定年だけどね無理してここでやることないですよ。はい、まあ、それぐらい頑張ってもらいたいからもう1点なんて考えない方がいいですね。そう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 、はい、もういいですよ1点でね、はい、4対1になっています。平岡が来てちゃんと入れたってこともう永久に残りますから、はい、さあやっぱさすがですね、はい、短い間で本当にねいい仕事をして帰るというのはイタリアのスクラッチみたいなもんですよ。シュッとスーッと行っちゃうね、はい、清翔から順天堂大学現在3年生です。あ、これですよ。これをねさっきやれですよ、はい、単純にツン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 もうこれ余分なことですよ。今押さえれば今平岡がやったことはツン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 って3つでしょ、はい、で今サードボール行った時にもう一つねサポートすればそれができない、できない。その平岡がロングスローかなり伸びます。相馬あたりが詰めていましたがボールは外にこぼれています。もう一回平岡ロングスローかなりボール伸びますね。あ、これはすごいですよ。さあキーパー直接35から40ぐらいいきます。あ、非常に速くて長いボールを投げられますね。本当こんな痩せてるんだけども筋力があるんですね。そうですね、見かけではちょっと華奢な感じがしますけどね。何よりとにかく負けすぎないですよ。これが一番ですよ。なるほどね、人踏んずらしても前行こうと思う性格というかね。日本人は案外そういうのがさ悪いことだと思うけど、ね、もうそのくらい負けすぎないですよ。そうすると今日はベンチでね4対0まで見ていて、そうそう、うん、これはもう我慢できないというジグソーしたと思いますよ。はい、もともと入ってなかったメンバーに、はい、今日やるねメンバーに。そうですね、もしかすると、まあ、自分からも出ると言って、そうですよね、もう強引に入ってきたという感じかもしれませんよね。そういう気持ちが尊いですね。はい、でしかも言って言えるからいいでしょ。はい、こっちで言ったってね、やっぱね仕事しないとダメですよ。サッカーってのはいくら言ったってね、こうして明日こうしましたんだってね、事実そういう仕事をしなきゃダメですよ。まあ、とにかく4対1になりました。もう1点ぐらいはちょっと期待できそうなんですが、取りたいですね。今度は右サイドに展開しています大学選抜チームです。16番大中ですが、スローインから三浦に踏み立てが目立たないですね。そうですね、はい、もう彼の持ってるあのスピードから柔らかさがねとにかく表面出てないですね。あれもやっぱ藤田とコンビネーション組まないとできないとかですね。なるほどね。まあ今年大学行く選手が高校選抜もたくさんいますからね、はい、逆に来年の時こういうことないですけどね。本当ですね、もう今年から言っとかないと。これが七海、まあ、一人でボール遊びしてるの見てますといろんな曲芸みたいなことやりましてね、はい、昨日はサッカー教室が行われまして、まあ、堀田さんも行かれたんですが、はい、まあ、七海あたりもですね先生の一人と言いますかね。そうです。いうことで。ああ、いいことですね。ですね、はい、その選手がですね、小学生を教えるということは、わあ、すごい。さあ、上り。ああ、いいボールが出ました。打て。さあ、どうだ。すぐ打った。よかった。しかし、ちょっとゴールから遠いところ、岩品。低くね。はい。早くて低いボール。ああやってその。高校時代にですね、小学生を教えるというのはどの大学なんですよ。自分の勉強になるんですよね。はい、僕はやっぱりその今度のプロのチームに関してもですね、そのプロの選手っていうのはやっぱり
京都へ帰ってくるときに必ず地元の子供やですね、その中学生や高校を教えるというね、はい、ことをやっぱり義務付けられるようなね、そういうような選手でなかったらやっぱりいい選手にならないですね。まあ、自分だけでなくと自分の持っているものを全部後々に伝えていくというような気持ちですね。そうですね、それが大事なことなんですよね、はい。相馬古賀です。もう1点取れるかどうか。出足早くサツカが飛び出しています。そしてジェルソン、またですね。さあ1人追いかけていますが、ジェルソン決めるか。キーパー抑える。さらにフォローします。胸で落としてどうだ。浮かした、入った、見事。伊藤です。伊藤ですよ。ジェルソンと伊藤、いや素晴らしいですね。素晴らしかった、ワンツー、このワンツ ー、 あー、これはうまい。伊藤のそのトラップの仕方がね、まずね、はい、まさにマラドーナということですね。これがただものじゃない。胸で落とし、そしてこのシュート、まあ、ジェルソンなんて初めて会った人間だと思うやろよね、2人は。そういう中でこういうプレーができる、ボディテンにやっぱり技術があれば言葉はいらないですね。何も人の飯食わなかったってこういうことができる。素晴らしいですね。素晴らしい、本当に素晴らしい。今日は大学がなんか引き立て役になってたですね、高校生の、はい、なんとこれで5点目ということになりました。残り3分で再び高校選抜が引き離して4点差になりました。5対1です。みんなね、ナナミからですよ。ナナミからジェルソンとね、はいはい、それで伊藤というのも、ほんでまたジェルソン伊藤とね、本当にすごいですね。まあ1年生ですから最初から出なかったということだけで、もう、まあ、もうどうですか。もっと早く出したいですね、これやっぱりね、まあ、僕も欲深いからね、来年の考えればってください。今年の欲で考えれば、なるべくそういうね、たくさん出してあげたい、はい、だから岩下なんかもね、引っ込めないでね、ずっと出しておきたいね。なるほどね、90分になるように、はい、よりいい経験を長い時間やらせていくってことは、もっと大事なことですね、はい。さて、試合時間の方は残り3分ほどなんですけれども、放送時間の方があと2分弱というふうになってまいりました。高校生とこの大学生が激突しているヤングサッカーフェスティバルのファイナルのゲームですが、最後までちょっとお伝えすることが難しくなってまいりました。生放送でお伝えしておりますので、その辺はご了承いただきたいと思いますが、まあ、これまでのところ高校生のはつらしとしたプレーが光っているだけで、大学生がですね、もう本当に奮起をしてほしいという気持ちでいっぱいなんですがね、太田さん。そうですね、まあそれよりも高校の良さですかね。そっちを褒めた方がいいですか。そうですね、もうこの高校生も最高ですよ、はい、もう本当に素晴らしい。一人一人持ってる技術ね、それから戦う姿勢、はい、それから要するに自分がやるべき役割というのを的確にしてます、はい、これは本当にそのまま日本リーグでも相当上位いきますよ。なるほどね、はい。まあ、大学生もですね、まあ、にわか仕立てのチームということを一つ差し引いてですね、これからまたリーグでも頑張ってもらいたいというふうに思いますね。平岡君が1チーム決まったので、もう十分その役割を果たしていたと思いますね。そうですね、はい、平岡のシュートが見られたということで、まあ、得点はともかくといたしまして、まあ、両チームそれから選手たちの健闘を祈りながらお別れをしたいと思います。なお明日午後4時からサッカーフェスティバル小学校中学校高校の部の試合の模様をお送りいたします。特に高校の部は選手権の覇者国見高校が登場いたします。どうぞお楽しみいただきたいと思います。この試合の解説は堀田哲司さんでございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。鏡よ鏡、世界一美しいのは。それはあれの様じゃ。ほんのり甘くてドキドキ酸っぱいジューシーソフトキャンディーフルーティーン。今までのメッシュタイプとどこが違うのでしょう。それは真ん中です。横に漏れない真ん中吸収、資生堂メッシュセンターイン新発売。サークル K、 こんばんは。また会ったね。あ、この間はどうも。今日から恋
恋人か。いい話、いい予感。サークル系のホワイトデー。コキッ、コキッ、コキッ、コキッ。山陽ファミリーコードレスはコキッ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 。コキが4台付けられる。コキッ。山陽ファミリーコード留守だから留守番もついている。山陽です。プレミアムを飲んでいる自分に合った。ブラボー。キリンプレミアムビール新発売。ブレちゃうぞ。ブレてやる。入学式をブレずに撮ろう。ブレンビー。かわいいくせにできるやつ。春になったら、春になったら行くよね。初めてね。うん、任せなさい。春の特別学習受付中。クモン式黄色の色、黄色だ、赤いお酒だ。黄色ロワイヤルですね。黄色ロワイヤルはお酒です。カシスはじける黄色ロワイヤルとピーチ弾んだペシェロワイヤル新登場。この番組は三協グループとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。汚れや布の種類まで見分けてきれいに洗うのね。もっとお利口、洗剤の溶け具合まで考えるよ。お利口ね。怖いくらもっとお利口。ニューロファジー洗濯機は愛妻号ナショナル。死は人を作る。ソクラテスの教えはプラトンを生んだ。講師が決めて大学受験修英予備校。二人の愛がある限り地球は回り続ける。好きな歌とポッキーがあればもう何もいらない。グリコポッキー。 Over time I've been building my castle of love。 ありがとうが言いたくて特別のシビックです。 Just for two。 ホンダプリモ店から。変わらない憧れを。あなたを見てると喉がカラカラ。美味しいラガーが飲みたいです。キリンラガービール。ふるさとのおばあちゃんに電話していると3歳のめぐみが電話する。それでいて言葉が出ない。早く話しなさい、電話代がもったいないでしょ。一生懸命話そうとしている娘をせかせてしまう自分が寂しい。もう一言話せるぐらいの値下げかもしれません。でもあなたの物語をちょっぴりお手伝いできると思います。ユーローコーヒーネス。緩やかな時間のことです。いつまでも続いてほしい一日があります。香りとコクのヨーロピアンシティロースト、ネスカフェエクセラ。大学受験なら東進ハイスクール。静岡校静岡駅南口に開校。こんなうろ覚えで絶対書いたらあかんね。これはマスト書けよ。ここなんや入試っちな。そいつでみんな点数落とすんやから。マストでって、これ竹山の英語力なんです。だから入試に合格するやつはこれからですよ。あとは維持。英語の竹山先生をはじめ有名実力講師が続々登場。東進ハイスクールフリーダイヤル0120東進555。元気だ。流行ってるから飲むという飲み方好きじゃない。やっぱりベーシックじゃないですか。その通り、正解でしょ。結局飲んでる黒ラベル。ツバメは毎年やってきて、つぼみは毎年膨らんで、猫は毎年恋をする。
春はあなたの中からやってくる。生活倉庫。スーパーディオ誕生。一人のお部屋か、それとも大勢のお部屋か、ニューロー&ファジー。お部屋に合わせて快適さを考える、ナショナルエオリア。あ、考えてる、ナショナル。大盛り、嘘じゃないって。日清ソース焼きそば大盛り出た。1つ、毎日毎日。2つ、誰見ても。3つ、うん、と優しい。毎日頑張る AMT 資生堂スーパーマイルドシャンプー。綺麗な髪はやめられない。みんなで食べようよ、ラッキーにラッキーカップ。塩分控えめ、卵つなぎ麺。スーパーラッキーラッキーカップ新発売。セルフィーでリードボーカルを乗っ取れ。セルフィーがマイラブ。オーディション機能搭載パイオニアセルフィー。ピアカードキャンペーン実施中。パイオニア。世界初、海の殻を破って作りました。うまさ爽やか、ビア吟醸殻破り。サントリーから新発売。シチズンライトハウス、ときめきあげたい。アルトの走りが新しい、ニューアルト。私に優しい気配り装備、ニューアルト。すべてにクオリティアップ。ニューアルトデビュー、鈴木フレッシュマンフェア開催中。世界中の恋人たちへ、バナナのお酒、タカラグリーンバナナフィズ新登場。そこにはスキーを楽しむ